溶融塩電池。溶融塩電池は、溶融塩を用いた化学電池である。熱により活性化、熱復活されることから、熱電池とも呼ばれる。溶融塩電池は、室温においては非導電性で固体の無機種を電解質として用いている。そのため、貯蔵時には、正極、不極の活物質は絶縁された状態になっており、 活物質が反応して自然放電することを抑制することができる。この状態であれば10年以上貯蔵可能と言われている。使用時には固体需電解質に熱を加えて溶融状にする。溶融状はイオンで沿性を生じるので電池が活性化する。活性化した電池は10分から1時間ほど放電し続け溶融状が冷めて凝固すると作動停止する。溶融状電池は 長期保存が可能なため、ミサイルや魚雷などの兵器やロケット、航空機の緊急脱出装置などに用いられている。溶融状電池は、第二次世界大戦中のドイツで、V2 ロケットの電源として、ゲオルグオットをアーブにより考案、開発された。アーブの溶融状電池では、ロケットの排熱を利用して電解質を、溶融状態に保っている。洋遊電池は、 アルカリ金属あるいは、アルカリドルイ金属の負極、塩化リチウム、塩化カ,カリウムとも通る混合物などの電解質及び、金属塩の正極からなる、電池本体と電解質を溶融状態に保つための熱源、電化装置及び保温材等からなる。負極活物質として、カルシウムが1970年代にかけて多く用いられていた。 正極活物質は1950年代初期には酸、酸化タングステンが用いられていたが、1950年代中期頃からクロム酸カルシウムに置き換えられていき、1960年代から1970年代にはカルシウムクロム酸カルシウム系の溶融需要電池が主流になった。その後、不極活物質にリチウム、アルミニウムと合金化されている。 正極活物質にに硫化鉄やに硫化コバルト等が用いられるようになり、今日ではリチウム、黄系の電池が主流となっている。電解質を溶融状態にするための熱源には、開発初期にはロケットエンジンの排熱を利用していたが、現在では熱子及び熱ペレットと呼ばれる加工品を電池に挟み込んで加熱する方法が用いられている。熱紙は、 ジルコニウムとバリウムクロームジ塩の混合物をガラス繊維等で紙状に加工したもので静電気や摩擦によって容易に発火する。熱ペレットは鉄の微粉末と火塩素酸カリウムの混合物をプレスしてペレット状に成形したもので着火には比較的大きなエネルギーを要する。溶融ジ塩電池の熱源としては熱ペレットが主であり、熱子は 熱ペレットへの着火剤として用いられている。熱子が燃焼してできる灰は非導原性であるが、熱ペレットに含まれる鉄を化学量論比より過剰にしておくことで未反応の鉄が残って、燃焼後も電池間の電気伝導が確保されるようになっている。ゼブラバッテリーは二次電池として利用可能な溶融時を電池である。ゼブラバッテリーは塩化アルミニウムナトリウムを電解質として利用する。 作動温度は摂氏250度である。ナクルの融点は約摂氏160度で電解質として機能する。負極は有解ナトリウム NA、正極はニッケル NI で放電するとニッケル塩化物ニクルになる。ニッケルは中性、ニッケル塩化物はアルカリ性なのでミツル放電時の内部抵抗が少ない。ナクルと n a は運転時の温度、 約摂氏300度では両方とも液体であり、ナトリウムはベータアルミナを透過して溶融ナクルとつながる。1985年、南アフリカ科学産業研究審議会のドクター、ジョハン・コートサーが率いるグループが発明した。ゼブラバッテリーの名前はに由来する。約20年間研究は続いた。技術的な名称は、ナトリウムマイナスニッケル塩化物 NA ニクル電池である。 150ワットキログラムの出力密度を誇り、毎時90ワットキログラムの出力を発揮する。液体電解質は摂百157度で凝固する。通常の作動温度は270摂三350度である。このシステムのために開発されたベータアルミナ固体電解質は金属ナトリウムと塩化ナトリウム双方に対して安定性が高い。実用の大きさの電池で 寿命は1500サイクル以上で5年間の運転を実証して1セルと20セルのモジュールでは3000サイクル8年間の運転を実証した。電気自動車の電源として研究開発が進められており、ゼブラバッテリーで電力を供給した乗り物は200万キロメートル以上も走った。サイクル寿命は2000回以上と言われている。日本では昭和飛行機工業が ゼブラバッテリーを搭載した電気自動車を製造を販売している。しかし、一度冷えると再起動して、密る放電できるまで2日かかるため、実用には保温が必要となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。